はい、今回の動画は iPhone の Google マップで出発時刻を通知する方法を解説をします。でこの iPhone の Google マップですね、これの経路検索っていうのがあると思うんですけども、まあ、これをですね、使うことによってですね、この実際のその出発時刻が来たときにですね、この iPhone の画面上にそのね、出発時刻が来ましたよっていう形でですね、まあ、通知する設定方法がありまして、まあ、結構便利な機能だと思いますんでね、まあ、今回の動画ではそのやり方を解説をします。でそれではまずですね、このね、iPhone の Google マップがね、まあ、通知がオフの状態になっているとこの機能が使えませんので、まあ、このオフになっている場合に、ね、オンにする設定方法としては、まず設定を開いてもらってですね、ちょっと画面を下に下がると、この通知という項目があると思いますので、こちらをタップします。でこの中からこの Google マップを探してもらって、この Google マップのところですね、こちらをタップして、まあ、この通知を許可というところ、これ今オフになってますけども、これがオフの状態だとこの機能が使えませんので、タップしてオンにしておいてください。まあ、この状態でですね、Google マップの方を開きます。はい、で Google マップの方を開くとですね、この右下の方に経路というところがありますので、まあ、ここをタップしてですね、まあ、その出発地点とあと目的地ですね、こちらを入力をしてください。はい、で今回はですね、まあ、出発が静岡駅で到着を京都駅という形にしました。でね、ちょっと下の方を見るとですね、このね、標準だとここをね、出発時刻っていうふうになっていると思いますんで、まあ、ここをですね、ちょっとタップしてもらって、到着に切り替えてください。であと、この下から実際にね、このね、京都駅にね、今回例えば着きたい時間をこれで指定します。例えばじゃあ、20時とかにしてみましょうかね。22時にして、まあ、完了をタップします。はい、そうすると到着時刻が20時という形で、この下にですね、いくつかこの経路が出てくると思いますので、まあ、ここからね、自分が使いたい経路を選んでもらって、そこをタップします。はい、そうするとですね、まあ、静岡駅から、まあ、このね、東海道新幹線の光に乗って、京都駅、まあ、19時45分に到着しますよっていうね、経路が、これで指定されましたんで、この下を見てもらうと、この Google マップの通知を追加というところがありますので、こちらをタップします。でそうするとですね、このさらに下に出発時刻になった時に通知を受け取りますという形でね、まあ、これがね、オフになっていると思いますので、ここをタップしてオンにしてください。はい、そうするとですね、この19時45分に到着ね、京都駅に到着するために必要なその出発時刻ですね、ここになった時に iPhone の方にですね、通知が来ますんで、これね、忘れなくて済むというところですね。でまあ、今回はですね、単純に静岡駅から京都駅という形でね、この経路を指定しましたけれども、まあこの Google マップはですね、自宅の住所を登録することができると思いますので、その出発地をね、自宅という形で指定をするとですね、まあ、例えば静岡駅までこの歩いてね、10分かかるよといった場合はですね、その10分の時間も計算して、まあ、このね、この時間にこのね、自宅を出るといいですよという時刻で通知してくれますので、まあ、結構便利な機能だと思いますんでね、まあ、ぜひこの Google マップのね、このね、出発時刻をですね、この通知する機能っていうのもね、うまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。